と感じもしますけどね。はい、さあその向かい風を味方にしたのかチルと2度という勝負です。さらに沸かせてくれるのが6号艇平本選手、そしていよいよこの1号艇チャンスの時がやってきました浜野谷選手。見てる感じだとなんかいつも通りという感じですけどね。もともとリラックスそうですねまあ自分のペースを崩さないというんですかね。はい、勝っても負けても絵になる選手ですからね。昨日は、ね、準優勝戦はちょっと緊張したという話がインタビューでもありましたけれども、はい、今日もいい緊張感で迎えているのか、それとももう集中して何も考えていないのかというところですが、他の選手もとにかく、ね、平本選手のあの伸びっぷりは特訓の時から感じているでしょうから。そうでしょうね、なんとかスタートをしたいなという、ね、止めたいなという気持ちでしょうね。ですよね、誰かが止めてくれればさらにうちも逃げやすくなりますし、攻めてきた時に1対1になるとどうかっていうところもありますよね。久々のチャンスです。浜野健吾選手高枠、そしてこの芦屋がボートレーサー人生を変えてくれたという馬場選手、さらに3号艇では地元後者宇龍選手が乗ってきました。昨日は2コース差し、そして篠崎元選手もね久々の SG、ね、優勝戦になりましたよね、うん、5号艇以内なら優勝のチャンスがあると一言がありました、はい、峰選手。そしてチルと2度6秒57の展示タイム平本選手です。さあいよいよ優勝戦が始まります。SG 第26回オーシャンカップ優勝戦、限界は誰が決める、その壁ぶち破れ。1号艇浜野谷健吾、2号艇馬場芳也、3号艇宇龍正義、4号艇篠崎元志、5号艇峰竜太、6号艇平本正幸、全員が SG タイトルホルダーと超豪華メンバーによるラストバトル。ゆっくりんや1号艇浜野谷健吾、SG なんと14年ぶりの優勝へまっしぐら光さしてます。2コースに2号艇馬場芳也、 SG 初 V の足屋で今回も見せるかウィリーターン。3コース3号艇宇龍正義、地元の SG 負けられません、クラシックオールスターのリベンジ今でしょう。4コースから4号艇篠崎元志、地元の SG もちろん並々ならぬ思い。5コースは芦屋を愛し芦屋に愛される5号艇峰竜太、大会連覇かけ大外オーシャン初輸出6号艇の平本正幸、活路見出せチルと2度3対3、進入内側から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。優勝戦の第12レース、1号艇の浜野谷が若干スタート、1マークの小保線、逃げる1号艇の浜野谷健吾、さつ2号艇の馬場芳也、まくり刺す3号艇の宇龍正義、向こう正面は1号艇の浜野谷が前、スタートは前提正常でした。先頭1号艇の浜野谷健吾、食らいつく2号艇の馬場芳也、その後ろ3番4番続いて2マーク、トップで1号艇の浜野谷、そして2番手2号艇の馬場が回る、
先頭は1号艇の浜野谷健吾が振り切っている。その後ろ2番手には3号艇のウドゥが上がってきた。3番手が競り合い、2号艇馬場と4号艇の篠崎。レースは2周目、先頭は1号艇の浜野谷健吾、向こう正面へ。そして2番手に3号艇のウリュウの選手、3番手6号艇の平本が先取る。さして4号艇の篠崎元氏、4号艇の篠崎元氏が3番手をリード。その後ろに2号艇馬場、6号艇平本、5号艇の峰です。さあ優勝が見えてきた。1号艇の浜野谷健吾、2周にマークを折り返す。2番手が3号艇のウリュウ正義です。その後ろ3番手4号艇の篠崎元氏のアウトから2号艇の馬場吉也。レースは最終周回へ入りました。先頭は1号艇の浜野谷健吾、半端ないオーラとその凄さで初日から存在感をアピールしています。最後のバック、2番手が3号艇ウリュウ正義、3番手は4号艇の篠崎がマナリードを奪ってきました。健吾スマイル炸裂します。 SG はなんとも嬉しい14年ぶりとなる制覇が見えた。先頭は1号艇の浜野谷健吾、ラストコーナー折り返します。 SG はこれで V5、 芦屋真夏の王子に輝くのは1号艇浜野谷、2番手は3号艇ウリュウ、3番手に4号艇の篠崎です。先頭1番浜野谷、14年ぶりの SG 優勝5輪、3番4番2番5輪、6番5番の順で5輪。以上、オーシャンの優勝戦前提がゴールインしました。戦もきっちりスタート決めての押し切りとなりました。ピットに戻ってきましたね。握手交わしてますけど、誰と握手してますかね。顔が見えないですけど、あ、斉藤仁選手かな。あ、そうですね、グータッチでおめでとうですね、はいはい、本当にやりましたね浜野選手いやー、よかった、声が聞けるようですね。さあ、見事は優勝いたしました浜野谷健吾選手です。おめでとうございます率直に今のお気持ちいかがですか。そうですね、2マークやっちゃったかなと思ったんだけどね、うまくみんなも漏れてたんでね、よかったですね。14年ぶりの SG 優勝、これはどんなお気持ちでしょう。もうそんな経っちゃった、率直に嬉しいです、はい。久々の SG 優勝戦1号艇だったと思うんですけれども、優勝戦に臨む心境というのはどういったお気持ちで臨みました。まあ、エンジンを信頼してね、もう自分のレースすれば逃げれると思ってたんで、はい、はい。そして、まあ、入場制限がある中ですが、ファンの方の声援聞こえましたか。そうです、ゴールしてからみんな結構応援してくれたんで、はい。そして全国の浜野谷健吾ファンがこの優勝の瞬間本当に見守っていたと思います。はい、そうですね、ちょっと時間かかっちゃったんですけどね、はい、なんだか頑張りました。はい、さあ、まあ行き足が良すぎるというようなお話もあったんですが、スタートに関しては気持ちよく行けました。ちょっと遅いんじゃないかな、うん、ゼロ台は多分入ってないと思います、ね。そうですか、まあ、3周このトップで走るお気持ちというのはいかがでしたか。気持ちいいですねやっぱり一等は、はい、まあ、今後の活躍にも本当に期待したいと思います。そしてなんとですね、今日はあのモンキーターンの畑野健二の誕生日だそうです。あ、そうなの、知らなかったですか。偶然ですねさすがドラマチックですね。はい、それではですね、全国のファンの皆様に浜野谷選手からお願いいたします、メッセージ。そうですね、久しぶりにこの舞台に戻ってこれたんでね、はい、これからの精進に頑張ります、ね、お願いします。本当におめでとうございました。